レックスのこの目が大事だから。見えてんのか。で、ここを、これきつっ。頭でかすぎて。入らん。あ、でもいいかな。でもこれだと、てっぺんが見えてんのか。でも顔が、また外れちゃった。あ、でもこれでいいかもね。この感じ、この外れてる感じでいいか。これでいい。OK。これでいこう。学チャンネル。はい、どうもこんにちは。マナブです。いやー、なんとね、トイ・ストーリー4の最新映像と公開日がね、全世界に向けて配信されました。7月12日金曜日ロードショーということでね、もう楽しみで仕方ないですね。僕ですね、弾き語りディズニーという動画シリーズを投稿しておりまして、まあ今回の場合はね、弾き語りディズニー&ピクサーですね。で、トイストーリー4のね、公開日に向けて、今からね、あの有名な楽曲を弾けるようにね、なっておこうぜっていうことで動画をね、撮っていきたいと思います。楽譜もありますので、弾きたいなーっていう方はね、一緒に練習して、ディズニー好きな方たくさんいますからね、友達やお客さん、気になるあの子の前でね、演奏して弾き語りヒーローになっちゃってください。というわけで、今回の最新映像でも流れていたあの曲をね、弾き語りディズニー&ピクサーしていきたいと思います。どうぞ。学チャンネル。辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ。思い出せよ友達を君のすぐそばに。いつも俺がいる。俺がついてるぜ。ついてるぜ。悩み抱えていても君は秘密にしちゃダメだよ。当てにしろよ友達を君のすぐそばに。いつも俺がいる。俺よりもすごいやつはたくさんいる。流れても変わらないもの。それは俺たちの絆。君は友達。いつも俺がいる。君のそばに。はい、いかがでしたでしょうか。僕ね、このトイストーリーに非常に思い入れがありまして、小学生くらいの時かな、友達みんなでね、もうこの映画好きすぎて勝手に声優のモノマネをしてね、アフレコをこうカセットテープで撮って、それをね、本物の、ね、ビデオと一緒にこう再生してみんなで見て爆笑するっていうね、そういう非常に変なことをねやるくらいトイストーリーが大好きでした。そんなね、思い入れの深いトイストーリーなんですが、オープニングに流れるね、この君は友達が、もう僕のね、こうディズニーソングの中でもかなり上位にね、来るんじゃないかっていうぐらい大好きな曲で、歌詞もね、メロディーも素晴らしくて、本当に素敵な曲です。似てるわけじゃないんだけど、この曲聴くとね、なんかこち亀の葛飾ラプソディをね、聴きたくなるんだよね。で、逆に、
葛飾ラプソディ聞いたらこの君は友達を聞きたくなるんだよね。なんでか分かんないけどねそういうのがあります。不思議ですね。あと日本語版のこの曲を歌っているのはダイヤモンドユカイさんなんですが、そのことをね僕周りの友達とかに伝えるとみんな、そうなのってね、めっちゃびっくりするんですよね。最近はねバラエティのイメージが強いけど、ダイヤモンドユカイさん素敵なボーカリストですよね。トイストーリー4では新曲が聴けるのかどうか今から楽しみですね。というわけで今回はトイストーリー4の公開を記念して弾き語りディズニー&ピクサーで君は友達を演奏させていただきました。ブログ、フェイスブック、ツイッターで更新状況をつぶやいております。フォローお気軽によろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。したっけなー。